テレビで紹介された福井グルメは本当にうまいのか。どうもこんにちは、アメリカンドッグのカリカリ部分系 VTuber のカリチワです。いやー、みんな福井県の有名なお土産知ってる？ハブタイ餅ってね、あるんだけれども、ハブタイ餅をパンに乗せて焼いたハブタイトーストっていう新グルメが全国放送のテレビ番組で紹介されたんだよね。テレビではね、タレントさんが美味しい美味しいって食べてたんだけど、ハブタイ餅とパンでしょ。いやいや、ほんまにうまいやろうか。ということで今回はハブタイトーストは本当にうまいのか、実際に福井県民でもあるこのカリチワが検証していきたいと思います。ちなみにね、テレビ放送後ネット通販で片っ端から売り切れちゃってるのよ。現在ね、オンラインでは手に入りにくいんだけど、なんと福井県の道の駅ではまだ販売してて手に入るということで、これから買いに行ってこようと思います。それではレッツカリチワ、カリカリカリチワチャンネル、やってきたよ。福井県勝山市にある恐竜渓谷勝山。勝山市にはね、日本最大の恐竜化石発掘現場があってね、福井県は恐竜王国って PR してるの。ちなみに日本で発掘された恐竜化石、実は約8割が福井県で見つかってるんだよね。これすごくない？道の駅の中はこんな感じ。ちょっとコンパクトな中身なんだけど、フードコートがあったり、特産品、お土産売り場あったりするよ。そうそう、このフードコートでは福井の冬のメーカー、水羊羹を使ったソフトクリーム売ってるのよ。いやー、特産品コーナーもめっちゃいろいろ売ってるんだよね。あった、めっちゃ並んでるわ。食べたいトーストゲットだぜ。それでは買って帰ります。カリカリカリチワチャンネル、おい、ただいま。じゃあ早速作っていくよ。中にはトースト用に薄く引き伸ばしたハブタイ餅が3枚入ってるんだよね。食パンにハブタイ餅を1枚乗せてトースターで焼いていきます。わー、もうハブタイ餅柔らかくてトロッとしてめっちゃ美味しそうやし。ちなみにこのハブタイ餅は食パンに乗せるだけじゃなくて、いろいろアレンジレシピあるんだよね。お、トースト焼けたみたいやな。わー、パンはこんがり焼けとるし、ハブタイ餅はぷっくり膨れててめっちゃ美味しそう。それではハブタイトーストいただきます。わ、食べてみるとほんのり甘い。これハブタイ餅の甘さだね。美味しい、意外と美味しいな。パン屋さんとかに売ってる甘い菓子パンみたいな感じ。ちょっとハブタイ餅のもっちりした感じとこのパンのサクサク香ばしい感じが相まって、朝ごはんのトーストって言うとちょっとイメージは違う感じするけど、新しいハブタイ餅スイーツだと思えばこれ意外と美味しいかもね。これね、バター乗せて食べると実はめちゃくちゃうまいから、みんなやってみてな。普通に食べるよりも3倍ぐらいうまいから、ぜひカリチワおすすめです。ということでごちそうさまでした。わー、今日めっちゃ美味しかったよ、ハブタイトースト。新しい福井のお土産、そして新しい福井のトーストスイーツっていうジャンルとしては、これはね、カリチワありだと思ったよ。ちょっとオンラインでは今手に入りにくいんだけども、まだね、福井県内の道の駅数箇所で売ってるので、みんな福井県に遊びに来たら道の駅でハブタイトーストをチェックしてお土産で買ってみてね。そんじゃ、おつかりかりでした。